鹿児島作り一番搾り、地元の誇りを美味しさに変えて鹿児島の誇りを限定醸造、一番搾った流域鹿児島作り神田。鹿児島に中途半端はいかん、やっぱり豪華が一番。鹿児島の皆様と地元のことを語り合いました。鹿児島の人の幸せな時間に一番に合うビールを作るために、甘辛い料理に負けないようなドーンとくる豪快さとスーッと切れる爽快さ、鹿児島の郷土愛が詰まった一番搾りです。楽しみです。この音が待ちきれない季節になってきました。いただきます。普通の一番搾りも辛いです。よりも、うん、美味しい。普通の一番搾りよりちょっと辛い。アルコール分普通のより少し高い。 5.5 高いね。以上でした。